はい、皆さんこんにちは。こんにちは、公共イメージ部門委員長の瀬田秀樹です。公共イメージ向上委員会委員長の八木沼健一です。はい、今日は八木沼委員長、はい、特別企画といたしまして、はい、大変素晴らしい今日はですねゲストの方をお迎えしております。緊張しております、はい、2012から13年度国際ロータリーの元会長お務めになられました田中作次さんです。田中作次さん、自己紹介をお願いいたします。自己紹介いたします。今から48年前八潮にロータリークラブができるということで第一期生として入ったのが始まりです。今ちょうど48年経ちましたのであと2年後には50周年記念式典を盛大に行いたいと思っております。ロータリーに入って私の考えとかも変わりました。人のために少しでも役立ちたいということは前からもっと思ってましたがこれをさらに強く感じるようになって毎日毎日が楽しい、そして皆さんから学べることがあまりにも多いということに気がつきました。本当にローテンのおかげです。これからよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。田中さん、先ほど48年前に八潮にロータリークラブができるということで入会されたということなんですけれども、そのロータリークラブに入るきっかけ、動機みたいなものは何だったんでしょうか。八潮市にその関隆友さんという非常に立派な方がおられまして町を司る方ですけども、八潮にロータリークラブを設立したいので、ぜひ入ってくれませんかと言われましたので、私はロータリーというのはどんな組織か全くわからないけど、まあ、入らせてもらいますということで、できることに参加し第一期生として入ることになりました。そうですね、まあ、国際的な組織であるということを知っておりましたので、やっぱり何かこれは世界から見るこの立場になれることがあるかもしれないという意味で価値が高いものと思っておりますので、休みなく欠席はほとんどなく、まあ、一周出ました、はい、そうですね。ロータリーは国際的な組織ですね。で、仕事の方も国際的なことにつながることができないかというふうに思いました。まずは日本で何かで一番なり、でそれを世界に向けて何かを一番なる方法ないかというのにものを考えるようになってきました。ですから影響だと思いますね。一生懸命頑張って人のために役立てば自動的にみんながそれ反応してくれて、行くということは人が喜んでくることは嬉しいですね。こちらの人の喜びを自分の喜びに変えられるというチャンスをもらったということですね。そうするとまたやりたくなくなっちゃうと、それが私だけじゃなくてうちの社員がみんながそう思うようになれば締めたもんだと。誰でもそうですけどね、夢のない人はないと思うんですよ。特に自分の関心のあることを夢というのは自分で思ったら それに向かってどうしたらできるかというのを考えれば、まず第一歩、夢というのは叶えられるようにできてるんだね。思いが強くなきゃいかないと。でも近づきますよ。だから高い目標を持って近づいていくことが大事だと。途中困難なことあったらそれは後のためにはすごくいいことですよ。困難がないっていうのはあまり先に伸びない。困難があったらありがたい、それを頑張って乗り越えたらまた次のステップ行くと、それ連続していっちゃう。そうするとそれが自信に変わっていくから、周り見たら同じ条件なく結構生きてると、あ、やっぱりやり方も間違ってなかったということでまた自信が出ると。ロータリーも何か言うとこなかったら世界に知って発展していかなかったと思うんですよ。これはもうやっぱり他者のために役立つというのが基本ですから。ただし無料ですね、ロータリー世界では奉仕ですから。でも職業は有料、さっき言った有料だけであってやることは同じです。他者のために役立つというのは無料でろうがよくか同じだね。もらうかどうか職業の、そういう訓練をしていくことということだと思うんですね。で、人が喜んでくれることほど嬉しいことはないです。また来年になるってことはない。しかも人が見てようが見ていまいが一緒ですね。見せるんじゃないですか。やっぱりロータリーは国際組織ですか。まず日本でトップになると思いました。まず日本の中で仕事の中でトップになると。で、それを今度は世界に向けてできるなという思いましたね。そういうことっていうのはロータリー入る前からもう自分の中にあったんですか。いや、あんまりなかったですね。どういったら儲かるかという考えてるので、入ったことによってやっぱりこれは奉仕ですよね。だからやることは全部奉仕だと。ただ有料か無料かっていうのは違うだけとさっき言いましたね。それは他者に役立つ効果が出ることっていうのがいいことですから、そういうようにやり方を変えていくわけですね。寝ても起きても人の喜ぶことを何かしたいと、それは有料でも無料でもいいけどしたいというのは今でも変わらないと。逆でね、ロータリーに入っている組織の中で学ぶんですよ。
それで仕事がうまくいく、それお客さんもらうわけないですよ、ヒントもらえるって、もらうと取っちゃうっていうかな。だからロータリーと30人40人50人って言ったら、その人たちコスコスみんな持ってますよ。その一人一人からの特徴のいいところを取っちゃう、あ悪いけどいただくっていうかな、しかもこの分いただきますなんて言う必要ないんで、黙って行動に移してくれる。だからロータリーはやっぱりね、その指導してくれるね、神様みたいな、一人一人がみんな特徴は違うけど、だから学び行ってるんですよロータリー。みんな一人一人ロータリーに40人いたらみんな特徴があるんですよ。何かそうおかしな面を持ってるかもしれないけど、私はおかしな面は頭に来ないんですよ。いい点を探すんですよ、一人一人。それを悪いでいただいちゃうっていうか、その嫌だと思う人の中でもいい点もあるんですよ。その嫌なようなことが目立つから嫌なんだって。どんな人でもね、いい点のない人いないんですよ。ただ、正面で ね、みんな悪いとそういうのが目立つ人じゃない、嫌なっていうのは。だけど、全部その人が、その嫌な人がダメかと違うんですよ。いい点もあるんですよ。どんな人でもいいとこ探したら絶対出てきますから。だからダメって決めつけるのは良くないと思うんです。増強が大事というのは、増たりの増強はですね、手段なんですよ。目的は違うんですよ。社会を良くするためです。それには増強というのが後でくっつくだけだっていう。増強は主力じゃないんですよ。それは一つの手段としての増強も大事なことじゃないですか。強くする、なんでかその奉仕活動でこれだけやってる組織はあんまりないからさ、世界中の平和のために尽くしてるんですよ、何らかの形で。そういう組織っていうのはすごいと思います。人のために役立つっていう組織ですよ。無料で職業は有料で役立ってるんですけどね、無料奉仕がロータリーです。しかも何かなんて考え方を言うだけでもね、話するだけでもこれ奉仕になりますよね。長期クリスチャンの方っていうのは何かの自由があるんで、まずぜひね行ってほしいんだよね、そのうちへ。で私のクラブでも言ってくれれば私は そこへ行きます。何かあるんですよ。で途中 2,3 ヶ月休んじゃうとね、今度出れるようになっても出にくくなるんですよ。もうかっこ悪いと思っちゃう本人が。そんなことないんですけど、だから誰か助けてあげなきゃな。自分であれだけ休んで悪かったなと、なんか家庭の事情で、家族が病院に行かれてね、亡くなかったって、自由は確かに間違いないんだけど、誤解をしてね、行けなくなった方からそこ行ってね、いろいろ話するっていうのは大事だと。でうちのクラブであれば教えてくれば私が行くと。みんなで助けてあげてほしいの。休むってことは無断で休んではないと、都合でもってと、行けなかったんだと、あと次が出にくくなってる可能性あるよと、それを出やすくしてあるっていうのが今の営業会の仕事だと。1時間の霊界でよくあるでしょ。で霊界はね、まず時間守ることね、基本は。で時計を直すこと、まず時計が合ってるかどうか。でいい加減なクラブはね、時計が1分早かったら1分遅れてるなんですよ、失格。だから会長はまず時計を合わせることなんですよ。で終わる時間を1分延びてダメよ、1秒延びてもダメ、ちゃんと。そのためにはタクアシャがね、おまけのつもりでもってね、2分ぐらい時間延びればな、そういうことがあるから、タクアシャは5分前に終わるように言っていて、そこその後会長がやるというしなかったためです。同じ霊界でもね、ある霊界の時は6人ぐらいと分けてテーマを決めて話し合うっていうのは大事なんですよ。霊界の時間ない、オーバーダメな、もう時間ね、そういう決めて、で発表はね、その次回やるでもいいよ。そういうのやったらもっとクラブがね、活性化するんですよ。ただ霊界なんとなく終わるよりも、みんなが発言させる、全部発言する機会ありませんから、40人50人いたら。どうぞ6人ぐらいやつが一番いいですね、今までやったので。でので話をしてね、まあ、5分ぐらいまで終わって、でこの話し合いの内容は次回実習でやりましょう、答えます。時間を守る、テーマはそこでそんなわけ決めるんですよ、6人の中で。これにしようって、それもまた勉強なんですよ。テーマ決めるのも5分かってもいいから、そういう訓練してたらすぐできますよ。普段からテーマはもういっぱい覚えていて、これどうすかって言ったら、ああそうでしょってなる場合もある。本来クラブの人が発言する機会が出るような霊界ほど霊界らしいね、職業法、職業してね、自分の仕事を通じてね、社会に貢献してることを意識を持ってもいいんだよ。それでただ職業だから物を売って儲かるでしょ。
それも奉仕だけど有料奉仕なんですけどね、それ職業なんですよ。有料は職業で無料奉仕はボランティア、それ違うだけですよ。だから自分のやってる仕事はみんな職業奉仕でもお金もらってしょうと。ところがロータリー活動してるのは無料奉仕だから、ただボランティア。だから職業はやっぱりそのお金はもらうだけにね、本当にその後も継続して支持していただけるようなことをしていくのが職業だと思うんです。多分みんなそうやってると思うんです。ただ続くかどうかは別問題で、伸びる企業はそれがどんどんの循環回転していくと。で顧客満足度のっていうのをねよく調べることが大事なんですよ。あの職業はお客さんどれだけ満足するかってことはお世辞したって分かんないから、本当かどうかっていうのは常に確認することを意識してやれる会社が伸びる。それから感謝の気持ちをやっぱり持つっていうことは大事ですよね。お客さんに対しての感謝、やっぱり本当の隠れてでも人を喜ぶことを一つでも多くしようっていう生き方っていうのは人間として大事だね。どこであってもね、見てても見てなくても。それからさっき言った陰で褒める、これもまた違う話だけどね、いい習慣つけた方がいいね。やっぱり人が喜ぶことをね、その中でできるだけ多くしていこうということがね大事だね。人の役に立ちたいということを思うことですね。そうすればみんなうまくいくんじゃないですか。それからいつも反省すること、今日は良かったかとで書いていくということ大事だと思いますね。他者のために役立つ、役立てる機会を与えていただいたのに私感謝する。あ、今日のここはここに呼んでくれて私は生きてる中でも今日のワンセット一コマというのは私に対して充実してるし、感謝しますよということで、田中作次さん本当にありがとうございました。いや今日はですね、まあ、元 RI 会長の田中作次さんというよりもですね、まあ、あのビジネスマン田中作次さんの話がちょっとメインになってしまったんですけども、私でも非常に学ぶことが多くてですね、やはり田中さんの根幹にあるものっていうのは、人生の目的は人のために尽くすこと、そして仕事もロータリーも他者が喜ぶこと最優先をしてやると。これやっぱりあの仕事にも生きるし、ロータリーをやっていく上でも非常に大事なことになるんじゃないかなというふうに思います。八木沼院長いかがでした。はい、まあ、元 RI 会長ということです。私も本当に肩に力を入ってしまってですね、ロータリーとは何ぞやというところでのお話にかなとは思ったんですが、本当の分かりやすくですね、やはり人のために何ができるのか、人が喜ぶことをやりましょうと、それはロータリーにとっても仕事にとってもというところで、私たちが逆に難しく今まで考えていたのかなということがですね、今実感させていただきました。大変貴重なお時間をいただきまして本当にありがとうございますということと、まあ、公共イメージ向上委員会に出向させていただいてありがとうございますというような気持ちでいっぱいでございます。はい、そうですね、あの田中さんの2012から13年度の国際ロータリー会長のテーマはですね、奉仕を通じて平和をということで、やはり人の役に立つ、人を喜ばすことが平和につながる、まあ、そういったメッセージが、まあ、そういったテーマになったんだと思うんですけど、この田中作次さんのその、まあ、職業を通じたあの一般社会の関わり方、これがあってやっぱりロータリーの RI 会長ってなるのかなというふうに思いますね。本当にあの考え方は大変あの勉強になることありまして、今日は本当にいい勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは最後に告知ということですけれども、日本一の紙問屋を作り上げた田中作次のチャレンジ人生ということで、こちらの本がございます。こちらですね、紙問屋としてビジネスを進めてこられた人生、そして、ロータリー活動のね、全てがここに入っておりますので、ぜひぜひご興味のある方は田中作次さんのご好意によってですね、地区事務所の方にご用意させていただいておりますので、ぜひお手に取って読んでいただければなというふうに思います。私もですね読ませていただきました。はい、一筆いただいたということで、ぜひぜひあの皆さんも読んでいただければと思います。